はいえー、Q&A のコーナーでございます。副会社の久保です今回はですね、まあ、メールの方でいただいたんですけども結婚生活を長年送っていらっしゃって、えっと、60の半ばをちょっと過ぎた辺たりの方からですねこれはねあの奥さんに言われたそうなんですけども、まあ、もう別れちゃったらしいんですけどもね元奥さんに言われたのはこれ以上世間体だけのための結婚生活を送っててもしょうがないと別れましょうみたいなことを切り出されたらしいんですよ、まあ、それで旦那さんが、えー、ちょっといろいろと思うところがあって 何年かかけてですね、調停をして、まあ、円満には離婚をしたそうなんですよ。でこれについてですねあの世間体だけの結婚ってどう思いますかっていうふうなことだったんですけどもあの世間体だけでね結婚はしてないと思うんですよ。 多分共同生活でそれなりに助け合ったりとかね一時期はお子さんを育てたりとかあとは事の発端はお互い好き合って一緒になったでもそのうちに、まあ、何十年も経つうちにいろんな景色が見えてきたりとかね、えー、考えが変わったりとかもしかしたら余命何年とかっていう宣告を受けて自分一人の人生を過ごしてみようかなという,うに思ったのかもしれませんその辺は全然分かってないんであの今回のご相談いただいた方はねあのその世間体ってものだけで私の方にお問い合わせをしてください。 つったんでちょっと世間体だけでお答えしましょうか。あの世間ってすごく大事だと思いますよ。個人の力がない人は世間体を大事にしてください。あの世間体を放り投げてそれでもうやっていけるんだったらやればいいと思いますけども結構辛いですよ。多分ね。あの世間体に守られて私たちは暮らしているところがありますんで、それを無視してやることはできませんし、まあ、そもそもね。 離婚したららいいでで世間って壊れないですからね。だから根本の原因は他のところにあったと思いますそれを世間体っていう言葉でうまいことごまかすような予定調和がそこで行われたのはそれはそれでいいことだと思いますけどもね本当はもっと根深いところにあるんじゃなかろうかと思いますね、えー、今回回答は以上でございます世間体は大事ですんで個人の力自分の力がない人は世間体を大事にしてくださいやっぱりね職業肩書き、そういったものに守られて私たちは人に認められてるし人を見る時にそういったところで評価するでしょう なんかね、フリーターニート、ね、ロスジェネって印象悪いでしょ世間体ないですよこういうの <laughs> なんか世間体無視してできるほどの力がない人はね世間体にすがった方が絶対いいと思います以上でございますいってらっしゃい